はい、タイガーです。というわけで、今日はね、コラボが発表されたということで性能解説をやっていきたいと思います。はい、ということで、この素晴らしい世界に祝福を3ということで、はい、ごめんなさい、全く知らないです僕。はい、まあ、全く知らないんですけども、まあコラボ来たんでね、はい、早速やっていきましょう。ということで S が9体、 A ゴマが2体で計11体の新ゴマが登場しますよと。はい、で、神がアクア、ダクネス、アイリス、わからんな、カズマ、ウィズ、バニル、メグミン、ユンユン、メグミン&ユンユン、はい、まあ、ちょっとよくわからないんですけど、はい、1体目、神エースゴマアクア、はい、まあ、これがね今回の目玉かなと思っております。混合条件でリザイアスキルですね、表になっている2ターンの間自分の ATK が 1.3 倍、さらに 50% 以下の時に2ターンの間通常特殊 70% にする。あらま、これは強くないか普通に。でコンボも 1.3 から 1.8 ということで、なんか革命が起きそうな、うん、まあ枠があるかって言われたら、まあ枠はないことはないぐらいですよね。まあ数が入ってて、まあリーダープラス数とエアは確定で、まあイシタル入れたいなってなるんで、まあ数に割って入るかって言われたらちょっと怪しいけど、でも数と比較できるレベルの駒ではある本当に。でラウナスならば、そのさっきのメンツプラスこのアクアはめちゃくちゃありだと思う。うん、まあ、ただ唯一問題なのはこいつがアクアなんで、ちょっとね、あの自分ただでさえあのアニメわかんないんで、アクアが2枚になっちゃうとね、どっちのアクアがどっちかわからなくなっちゃうっていう、はい、個人的な悩みが一つ増えましたということで、まあ、これはね、あの絶対当てときましょう。引く人はこれを絶対当てときましょう。はい、ということで続いてダークネス、はい、2ターンの間通常特殊を 50% にしますよと。で、バス張り3000、コンボでバス張り3000はえぐいね。ほーん、強いねこれ。うん、あのまあ今で 50% スキル2ターン、 50% カットで2ターンっていうスキルは結構あると思うんですけど、まあコンボがね3000バス張りってことなんで、まあやっぱ耐久系、まあ、あの回復耐久まではいかないんですけど、まあなんだろうね、シエンティアとか、なんかもうえぐいくらいターン数伸ばしたいなみたいなデッキ。うん。まあ、レオニスに入れてもいいかなぐらいなんで、まあ、とにかく殴るよりも耐えた方がよくねみたいなデッキですね。うん、スパルムだったり、シエンティアだったり、まあ、あと、ヘスティアとか、うん、そこら辺のやつに入れるには、結構ね今までなかった画期的な、うん、まあ、シールドでコンボ回復みたいなキャラもあんまなかったんで、うん、これはあのそういうデッキにおいては結構革命的なコマにはなってますけど、まあ、そういうデッキをね使わない人にとってはまあ面白いキャラだから、当たったらネタ枠で面白いかなみたいな、まあそんぐらいですかね。はい、まあ、当たったらラッキーかなぐらいです。はい、続いてスグマ3体目、アイリス、うん、で竜が6枚という結構特殊な条件となってまして、2ターン内で800の特殊とさらに1200の回復ということで、まあ2000アドを2ターンなんで、まあ2ターンで4000のアドで、コンボが自分のキャラ5枚1枚につき 2.5 最大で 13% の相手のね、相手の 13% の HP を削ると。まあこれはね、あの弱いです。はい、うん、まあ竜駒6枚以上入ってるデッキに神駒を入れるっていう時点で結構デッキが限られてくるわけですよ。まあ、やっぱ竜6となると魔獣で竜6みたいなのが一番オーソドックスだと思うんで、まあこいつをね入れるデッキがそもそもあるかっていうお話から始まるんで、まあ、これは当たってもね、ほとんどの人がそもそも使うデッキでさまよって、まあ無限駒箱編ですかねこれは。うん、駒バンク編ですねこれは。使わないもんだってこれ。はい、なんでこれはもう当たったら外れ枠ですかね。はい、ということで続いて、バニル、まあ、ゴマ1枚目ですね。はい、盤面のコマが8枚以上の時に発動できて、表になっている2ターンの間ひっくり返したコマ、ひっくり返した後の自分のキャラゴマでないコマにランダムで1つ、バニル人形、
ちょっとよくわからない人形が出てきましたと。はい。で、コンボが1200のドッグダメージプラス、自分のコマ1枚につき400、最大で2400の特殊を与える。ということで、まあ、3600。まあ、コンボはね、そんな強くはないですね。普通ですね。はい。で、この召喚するコマがこちら。カウンターでひっくり返された時に通常特殊 40% 返します。で、さらにコンボすることによってもう一個増やせれますよと。なんで、まあ、上手にコンボできれば、まあ、なんかサブにシアンのちょっと弱いぐらいのやつがいるみたいな。うん、まあ、そういう状況にはできますよと。で、まあ、あとは、まあ、上手に増やせればですけど、アナンっていうデッキにね、入れても、コンボのオーダー C をね、3回コンボしないとオーダー C っていう発動しないんで、まあ、それを狙うっていう意味でも、これはまあ、まあ、ただいらんな。うん。これもね、配信者がね、楽しく動画にするようなキャラですね。うん。ガチで使うときは絶対にいらないし、これは。だからまあ、面白いよ。このゲームを面白くするっていう意味では、めちゃくちゃ面白いコマなんだけど、本当にまあ、使うコマしかいらないっていう人にとっては、これはもう本当にハズレですね。うん。うまく使えるわけがない、このキャラが。まあ、動画配信者にとってはね、これはもうすごい楽しいキャラです。はい。ということで、続いていきましょう。カズマ。ということで、リーダーでリドローです。はい。で、表になって、まず混合条件ですね。混合条件でこのスキル。まずそこから結構注目ですね。はい。で、表になっている5ターンの間、800の毒ダメージを与える。さらに、盤面に出すときに、ということで、まあ、リドロースキルですね、これ。で、コンボが一応見てみると、500の吸収、さらに、相手のキャラゴマ1枚につき500で最大3000の毒ダメージ与えるということで、まあ、コンボはね、最大4000ある狙えるということで強いんですけども、どういうデッキなのこれは。混合なのに殴り系ではなく、ごめん、ちょっと俺ね、全く想像できない。これで新しいデッキが始まるかもしれんけど、まあ、5ターンの間800の毒ダメージっていうことなんで、まあ、まず最速に変置きにしなければいけない。つまり、まあ、2ターン、3ターン目で出さなければいけない。で、その2ターン目、3ターン目の時に、そんなリドローがめっちゃ欲しい時ってないんですよね。まあ、あるに越したことはないんだけど、リーダーを犠牲にしてまで、5ターン800っていう、そんな弱いリーダーにしてまでリドローしたい状況っていうのが、この人生の中でなかったんで、そう。で、さらに、こいつのためだけに混合っていう条件にしなければならない。とんでもなくずうずうしいコマが来ました。はい。まあ、いらないよね。うん。まあ、面白そうでもないよな、これ、俺的に。うん、なんか、それやったらさっきのね、こういうコマの方が、なんて言うんだろう。もうちょっとネタ感があって、すごい、成功すればめっちゃ強い使い方ができるみたいな感じでも見えないんで、ちょっと僕的にはこれはちょっとよくわからない、はい、キャラとなっています。さあ、続いて、まあ、最後ですね。ウィズということで、マゴマが6枚から15枚以上以下の時に発動できる。3ターンの間600の毒ダメージ、さらに400の吸収。なんで、アドが 1400×3 ターンですね。なんで、4200か。うん。で、コンボスキルが、メノウムマギアで3000の、減少しないほど3000の特殊、減少するほど3500の毒。なんで、コンボは、まあ、触れ幅がないっていう意味では強いんですけど、まあ、最大1っていう意味では3500なんで、まあ、ちょっと弱めかな、ぐらいの。イメージですね。で、まあ、まず待たんじゃなくてこいつを入れるっていう時点で、まあ、そういうデッキって今ちょっと少ないなっていう感じで、だからまあシアンが魔獣でどうとかレオニスでどうとかなんですけど、まあ、結局ね、魔獣ってね、リアンに入れる分には殴った方が早いですし、まあ、かといってシアンだったり、あとなんだそのレオニスみたいなやつには、まあ、結局リアンツイルだったり、まあ、何つくよみとか、トゥールラとか、そこら辺のキャラがいるんで、どうしても入れないんですよね。うん、だからまあ、カップ戦枠っていうことになりますよね。うん。まあ、特になんか、こういう時にはめっちゃ活躍できるみたいな性能もしてないし、もうシンプルにただの介護感みたいな性能なんで、これはちょっとね、静まで使うには厳
厳しいかなという感じです。はい、ということで、リュウに行きましょう。メグミン&ユンユンということで、ちょっとね、俺これ流血っていう大変なスキルなんだよな、これ。あの、俺本当に流血が分かんなくて、ちょっとこれはね、あの逆に教えてほしい、コメント欄で。この4000マックス4500の通常攻撃ダメージっていうのが、まあなんかすごい魅力的に、その何も知らない俺からしたら見えるんですけど、だからまあフルフレアと同じ火力なのかな。うん、ただちょっと自分これフルフレアと何が違うのかとか、まあコンボが雷撃なんだぐらいにしか思わないんで、ちょっとこれはね、流血分かる人教えてください。ちょっとごめんなさいね、性能解説動画と言いながら流血だけには触れれないっていう。はいはい、ということで、もうこれ以上言って、ね、何も喋れない、喋ることがないんですよ。はい、なんでまあぜひコメント欄でお願いします。ということで次行きましょう。めぐみん、これがマナデッキですね。うん、でまあマナデッキということで、混合条件で HP60% 以下の時に、それぞれ25個消費し、消費したマナ数 ×90 のハロダメージということで、まあ、それぞれ25個消費なんで50個消費するで、50×90 で4500のハロダメージを与えると。うん、で25個、コンボも25個消費で、あ、それは100なんだ、ってことは5000出せる。あれ強くない、これ。うん、あの最近のマナデッキって、あの一昔前だとチャージしどんどんマナ貯めて貯めて、今溜まってるマナ1個につきなんぼのダメージ出すよみたいな、ロレットとかそういうバハムトみたいなキャラを使ってたんですけど、最近はマナを消費しながら、消費したやつにつき90とか、そういう感じで英語マとかで消費しつつ殴っていくみたいな、そういうデッキに変わりつつあるので、まあその路線にはめちゃくちゃ合ってるよね。うん、だからちゃんとアスリンのあのマナリーダーで、まあ、オルトロス入れて、でまあ S で消費する系のね、そうだからロレットとかじゃなくて消費する系のスキルがねたくさんあるんで、そういうやつらを入れることによって、まあそういう消費する系のマナデッキ、これでさらに強くなるんじゃないかと思います。はい、まあ S コマで 60% 以下っていう条件はちょっとしんどい感じはするんですけど、でもまあ4500、そしてコンボ5000出せるっていうのを考えると、めちゃくちゃありですねこれ。うん、まあちょ HP が鬼低いっていうとこではあるけど、まあまあまあ別にこんだけ出せるんだったら全然入れてもいいし、当たったら嬉しいなというふうに思ってください。うん、まあマナデッキ使う人だけですねこれは。僕はたまに使うんでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、まあ、使わない人からしたらもうゴミですねこれは。うん、まあ、マナーとか流血ってね結構特殊なデッキなんで、うん、それにしか使えないキャラっていうのは結構ね、人によってね腐りやすいキャラなんで、はい、注意が必要です。はい、さあということで S ゴマ最後ですね。ユンユンということで、マゴマ竜ゴマそれぞれ6枚以上1600の火炎与えて、さらに相手のキャラゴマ1枚につき400上昇で最大3500の火炎なんで、相手のキャラゴマが4枚じゃ足りないんだ。へえ、4枚あっても3200の火炎、5枚でマックスで、コンボも同じことか、コンボは雷撃になりましたよと。うん、これは何でいつ使えばいいのこれは。これより強い駒全然あるよね。うん、まあ、トルテとかでもいいし、あと何がいるだろう、ヒマリとかそこら辺の駒もあるし、それを差し置いてこいつが出てくるっていう場面がねちょっと思い浮かばないんですよ。なんでまたこれもねカップ戦枠みたいになってくるのかな。うん、まあカップ戦だとね、たまにマロックだったり竜ロックだったり、そういうデッキを使うことはあるんで、まあそういう時にこのアタッカーは確かにカップ戦においては3500とか3200をバン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 出せたら強いですね。うん、まあ、カップ戦 A ゴマだったり S ゴマのちょっと召喚ゴマが多いイメージもあるんで、まあこういう相手のキャラゴマ依存のキャラがね、ダメージ出しやすい環境にはなると思うんで、うん、だからまあカップ戦をね本気でやる人にとってはこれはあっても全然いいキャラなんじゃないかなと思います。はい、ということで次から A ゴマですね。クリス神エゴマ来ました。混合条件ですね。で2ターンの間500の特殊と特殊 80% カット、うん、でコンボが300の特殊を与える。でさらに、まあ、コインオルスみたいな感じで、マックス2500出せます。うん、なんかさっきから混合のなんかバフじゃないキャラが来てるんですけど、
俺はね、あのなんか今までよくね、その紙6じゃない、マ6で竜10枚とか入れてみたり、まあ、あと竜6でね、マが10枚だったり、なんかそういう新しいデッキをね、最近どんどん開発してきて、まあ、結構オーソドックスなデッキになってきてると思うんですけど、混合のね、こういう感じのデッキはね、さすがにもうこっからは発展しないと思うんで、だから混合のね、あの普通のスキル、バフじゃないスキルのキャラは、正直ね、あんまりね、強くないと思う。混合のことを考えても。うん、まあ今はもちろん強くないんですけど、今後のことを考えてもね、これはそんなにね、強くなる未来が見えない。うん。なんで、まあこれはまあ、どうせね、ガチャ引く人にとっては、エゴマは必然的に当たるんでしょうけど、これはまあ、使うことはないですね。はい。さあ、続いて、最後ですね、竜エゴマ。神ゴマ6枚以上の時に発動できる。総数6枚以上の時に、表になっている2ターンの間600の火炎、そして与えるダメージは毎ターン600ずつ上昇するということで、600与えて1200与える2ターン完結スキルですね。はい。で、2ターンで置くだけで1800のアドが取れます。これはね、強い。これは強い。で、コンボも1500の減少してないほど1500の火炎ダメージ、減少するほど1800の回復なんで、これはまあ中盤序盤から全然あの簡単に出していけるコマです。これもめちゃくちゃ使いやすい。まあ、ただ、これ言ってみたかったんだよな。ただ、神ゴマ6枚以上ってどうやって使うんっていうね、話なわけですよ。結局ね。うん。神ゴマ6枚以上で竜ゴマが入るデッキ、皆さんこの1週間以内使いましたかって、使ってないでしょって言いたい、俺は。だからもう結局そういうことなんよな。まあだから使われてないからこそ、こうやってちょっと強めのね、スキルを出せるわけですよ。うん。まあ1625っていう HP ね、めちゃくちゃ強いし、魅力的ではあるんですけど、まあなんせね、結局デッキなのよ。デッキに入れるためのタラの一コマに過ぎないから、そのデッキが弱かったら、この一コマも結局弱いんですよ。うん。だからまあこれも当てて、ああ当たったぐらいですね。もう本当にこれ反応できないぐらいの、うん。だからこの英語は2枚はどっちもあの、そもそも難しいっていうデッキが。うん。まあそういうコマですね、この2枚は。はい。ということで、まあ一応ね、ログイン報酬後も見ときましょうということで。神駒10枚以上で600の雷撃。そして、自分のキャラコマ1枚につき400で最大1000の特殊。うん。まあ1600しか殴れないんで、まあこれはもう、これはもうね、まあまあそれはログイン報酬もなんでね、しゃあないんですけど。まあただちょっとスーと一緒に使ったら面白いかもしれんね。エネサンダー、エーゴマとエースゴマ、どっちも。まあスーの弟子みたいなスキルしてますからね。うん。でまあ一つ言うと、このカズマ&アイリスっていうこのビジュがいいね。うん。まあアニメあんまり見ないからどうこう言うのもあれなんですけど、結構好きですね、これ。うん。まあただそんぐらいしか言うことはないかな。はい。まあ、ということで、この、自分にとってよくわからない、コラボが来ましたと。はい。なんで、まあ、皆さんもね、まあ、9月に御三家が来るということで、かけらのね、使い方も非常に難しくなってきますけども、まあ、僕はね、まあ、英語マのね、S ゴマの最初の、こいつが狙いだって言ってた、ちょっと名前がわからんけど、このアクアですね。はい。このアクアだけは、なんとしても当てたい。逆にアクア以外は正直いらないかもしれない。うん。まあ、そんぐらいの気持ちで、アクアがピックアップされてる時にアクアだけ狙っちゃおうかなと思っております。はい。かけらは大切にしましょう、皆さん。ということで、バイバイ。